皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、以前私がツイッターに募集した、普段私に対して視聴者のみんなが思っている心の底からの気持ちを私にぶつけてくださいみたいな、まあそれに対して私は本音で答えていきますよみたいな、普通の質問コーナーのちょっと上位互換みたいなことしたいなと思ったんですよね。まあこれが上位互換になるかわかんないけど、なのでいつもより少し内容が濃い質問コーナーやっていけたらなと思います。でね、こうやって匿名の質問箱だからってなんか言いたい放題言ってくるやついるけども、待ってろよ、それのための質問コーナーも用意しとくからよ。私いつからこんなキャラになったんだろうな。ではですね、早速答えていきます。かなり突っ込んだ内容だと思うんで、よかったらぜひぜひ最後まで見てください。で、少しでも楽しんでもらえたらグッドボタン、これエンディングか。じゃあ一つ目の質問いきます。カノンさんと同じように手術を受けたい気持ちはあって、毎日のように親の偏見で病んでるんですが、親元にいた時代はどうしてましたかっていうことなんですけども、これってもう質問見る限りだと中学生か高校生ぐらいの男子だと思うんですよ。まず親の偏見はもう当たり前です。まず自分の子供に対して親っていうのはまっすぐ育ってほしいわけですよ。私みたいな生き方って、今このね YouTube 見てる視聴者はみんな優しいから、別に偏見ないよとか反対しないよみたいな感じだと思うんですけども、世間出たら敵だらけだと思った方がいいと思ってて、だから今でも性別変えた人ってちゃんと手術して女性のようになれたのにもかかわらず自分で死んじゃう人いっぱいいるんですよ。それが今のこの世間の息苦しさを証明してるわけです。だから親としてはやっぱりそういう現実的なところを見て、自分の子供にはちゃんと育ってほしいと思ってるんですよ。でもさ、自分の人生って親のために全てを捧げる必要ないと思うんですよ。かくいう私はですね、確かに親元にいた時代は超大反対されたし、まあ、お父さんがすごい野球スパルタパパみたいな感じだったんで、ちょっととでも男らしくない素振り見せとただにもうボコボコみたいな、まあそういう感じの家庭だったから、まあずっと野球もやってて、お前はプロ野球選手になるよみたいな、まあ、そういう感じの教育でずっと育ってたから、親元にいる時は何にも私はできないと。だから親元を飛び出せる時期が来るまで、まあ高校卒業と同時にも私は好き勝手やってやろうと思って、まあ質問者さんがどういう環境にいるかわかんないですけども、例えばまあ高校を卒業したらもう家を出ちゃうとか、そういう感じにしないと苦しいんじゃない？自分の好きなように生きれないっていうのが一番辛いと思うんで、もう今いっぱいこうやっていろんな情報が見れるわけだから、もうそういうのを使ってでもいいから、高校卒業したと同時にもう家飛び出して自分の好きなような生き方したらいいんじゃないですか。だから今は我慢しましょう。中学高校なんてもうたったの数年間じゃないですか。もう人生生きていく中でたったの数年も本当速攻で過ぎるんで、数年は我慢しましょう。もう今あがいたって自分が苦しくなるだけです。なので家出をする期間までは豆乳とかビタミン C とかいろいろとって肌の質感とかを少しでも女っぽくしとくとか、なんかもうそういう前準備をもうコソコソしておきましょう。私はそうしてました。じゃあ次行きます。女性になって良かった点、良くないなと思った点を聞きたいです。 YouTube だけで生活できるんですか？以上2点です。3点じゃねえか。はい、答えていきます。女性になって良かった点はもちろん自分がもうずっと憧れていた生き方なんで、まあ、出産とか生理とか、まあ、そういう生物学上女性的なことはできないけども、それ以外はほぼほぼできてるんで、本当性別変えて良かったなって思ってます。で、良くないなと思った点は、私一つの職場でどっちの性別も経験してるんですよ。それはなんでかっていうと、男時代に働いてた職場を一回休職して、で女になってまたそこの同じとこに戻ってきたの。だからどっちの性別でも私は一つの職場で経験してるわけで、やっぱね、性別変わるだけで職場の周りの方からの扱いとかめちゃめちゃ変わりますね。前もちょっとツイッターの話書いたりとかしたんですけども、未だに女だからといって舐めたって言っていいのかな、まあ本音だから言うけど、舐めた感じに接してくるやつがいるんですよ。男の時はやっぱり結果出してなんぼみたいな感じで、あ、もっとちゃんとやれやみたいな。でも同じ成果を出したのにもかかわらず、女の時になった瞬間に、あ、頑張った頑張った、よく頑張ったねみたいな感じで、いやいやできるわそんぐらいみたいな、まあそういうことをですね、私はツイッターに以前書いたんですよ。したらやっぱ女性の方からとかも、もう本当カノンさんが言ってることめちゃめちゃ共感できますみたいな、本当の女性の方々がそう思ってるってことは、私が男子時代に生きてた時と全然違う世界があったんだなみたいな。だからこそ女性に対してのリスペクトが以前よりも増しました。やっぱまだ息苦しいところに女性があるかなみたいな、赤ちゃん扱
扱いしないでくださいねっていうことです。もう仕事バリバリ頑張るんで。あとはその職場の飲み会とかで女性の方は偉い人の横についてそのお酒を入れたりとか氷を交換したりとかしてくださいみたいな、マジか、なんか時代劇でしか見たことないけどみたいないう感じで私最初思ったんですよ。まあ、そういう、まあ、男性からの理想なのかな、女性に対しての、ちょっとそこはよくわかりませんが、私はまあそこが少し窮屈だなってあの性別を変えてから思いました。あとですね、3つ目、 YouTube だけで生活できるんですかってことなんですけども、私は2017年の夏頃から YouTube だけで生活をしています。ありがとうございます。じゃあ次の質問、これすごいな、ぶっこんできたな。だいぶカノンさんの彼氏和田るくんは本当に彼氏ですか、都合のいい友達じゃないですかってことなんですけども、要はビジネスカップルじゃないのって疑ってるわけだよね。まず結論から言うと、ビジネスカップルではありません。第一に、私は YouTube でここまでリスクを犯したくないんですよ。どういうことかっていうと、例えばじゃあ自分の身内だけには実は俺たちビジネスカップルなんだみたいな感じで例えば言いますよね。リアルの恋人と付き合うとするじゃないですか。もういつか絶対バレるから、絶対バレるから、まあ身内を信用してないっていうわけではないんですけども、まあ、どっかしら例えば外出たりとかもそうだし、やっぱり知人同士のこうやってまあ話がどんどん広がっていってもそれなんかいつか視聴者の目に留まったりとか、そこまで私はリスクを犯してまで YouTube の動画を撮りたくないです。多分それって渡るくんも同じで、渡るくんはチャンネルをやってるわけではなくて動画に映りに来てくれてるわけじゃないですか。映りに来るのにここまでリスクを犯さないよねみたいな。だから私の中ではビジネスカップルっていうのがもう選択肢にないんですよ。これ伝わるかな、難しいですよね。もうこういう質問めちゃめちゃ来るんですよ。私の愛情の入れ具合が足りないのかな。じゃあ次の質問いきます。カノンさんはストッキングとかタイツを履かないのですか、もっと大足をもっと見せてください。こういう気持ち悪い質問してくんなよ。今回本音で答えるっていうもう前提なんでちゃんと言うんですけども、結構元男の子とかニューハーフだけに性的興奮を覚える人いますよね。たまにツイッターにコメントしてくれる人のアカウントに飛んでこうやって見てみると、なんかフォロー欄が全部なんかもう女装とかニューハーフとか、マジかそっちかみたいな。私もうそういう人が苦手なんですよ。もう自分が元男の子だからさ、自分で言うのはめちゃめちゃ心苦しいんですけども、だから男の体が嫌だったから自分でおちんちん切って、だからもう本当嫌いなもんなんですよ、おちんちんとか男だった部分が。だから私たちみたいな人に興味持つ方々ってなんかあのおちんちんついて見た目が女の人が好きみたいな、そういうちょっと変わった趣向っていうか、まあ、性癖なんですよね。私はそういう人が苦手です。人の趣味を否定するなって言われそうなんだけども、じゃあ別の話に例えてみますよ。じゃあ豚鼻です私はみたいな、豚鼻が嫌で本当整形とかしたいんですよ、街歩くのも恥ずかしいですみたいな感じで自己紹介の時言うとするじゃないですか。で相手は、いや豚鼻が好きでたまんないんだ、もっとお前の豚鼻を見せてくれよって言われてるのもんだからね。あります、何度もいいけど自分的には気持ちよくないんですけども、でも元男の子の私でさえ、なんで元男の子をあえて好きになるのみたいな、たまたま好きになった人が元男の子だったらいいけどっていうスタンスです。それを言いたかった、長かったな。では次の質問いきます。最近ドハマりしてるゲームとかありますかってことなんですけども、ありますよ。ここ最近まあ外出自粛してたんでかなりのゲームを買ったんですね。まず3月から買ったゲームで言うと、ポケットモンスターピカVのピカチュウ版の方を買いました。で次にポケモンソード買いました。でその次にマリオカート、スマブラ、ドラゴンクエスト11で買って、この RPG 系ですよね、ポケモンとかあのドラクエはもうほとんど全部クリアして全部100レベとか99レベとかしてめちゃめちゃやり込みました。プレイ時間で言うと多分400時間ぐらいやったんじゃないかなトータルで。これはまあゲーマーの人からしたら少ないと思うんですけど もうかなりやった。あ忘れてた、あつ森も、あつ森もやりました。ただあつ森最近ちょっとやってなくて、またあつ森欲が最近湧いてきてるっていう感じですかね。本当はもっとやりたいんですけどね。あつ森ってさ、やっぱり他の人と頑張り次第でめちゃめちゃ差がつくじゃないですか。なんか他の人の街を見るとなんか自分の街がしょぼすぎてなんか一気にモチベが落ちるっていうか、はい、
じゃあ次の質問いきます。青木かのんさんの動画を見すぎて一日中オープニングテーマが頭の中でぐるぐる回ってます。気がつけば家族の前で口ずさんでる時もあります。このままでは青木かのんさんが頭の中に住み着いてしまいそうです。ん、これ大喜利かもしかして。僕の頭の中は5畳の 1K なの、絶対大喜利じゃんこれ。5畳の 1K なので2人は住めません。一体どうしてくれるのでしょうか。そうか、これは私にボケを求めてんのかな。5畳の 1K なんで、そしたらお願いします。それでしたら家の外に私をリードつないで飼ってください。次の質問。女性より女性感出てるんですが、日々努力してることってありますか？やや嫉妬しちゃいますっていう、質問なんですけども、めちゃめちゃ嬉しかったんですよ、これ。私だけなのかな？なんかね、女性に嫉妬されるのが目標って言うとめっちゃ性格悪いな、私。女性に嫉妬されるって、もう何よりの憧れなんですよ。で、今見てる女性の視聴者さん、もう最近結構女性の方に見られ始めてるんで、あんま安易なこと言えないんですけども、やっぱ私ってもともとさ、男から女に変わってるわけですよ。なので、女の人たちと同じフィールドに行きたいっていう気持ちがめちゃめちゃ強いの。普通の人と比べたらわかんないけど、ある意味こうやって嫉妬っていうのはさ、自分のこのテリトリーに外部のやつが入ってきて、それが自分とその近いみたいな感じで本能的に他をこう排除して自分を守ろうみたいな、まあ防衛本能ですよね。ってことは、ある意味私は女性のその本能のテリトリーの部分に行ける境地になってきたんじゃないかという、はい、そういう自信につながるわけですよ。それちょっと言い過ぎましたけども、まあ、過去にですね、私ニューハフバーで働いてたっていうこともありまして、女性のお客さんとかもめっちゃ来るんですよね。やっぱ女性のお客さんと話してると、なんかね、もっとこうした方がいいのに、まあ頑張ってみたいな感じで、なんかちょっとこの私はひねくれてるのかわかんないけども、まだ男の子なんだ、分かってんだろ、ニューハフバーなんだからみたいな感じで、こういう化粧品使ってんのね、ま、頑張ってよ、応援してるからみたいな感じで、ちょっとこの上から目線みたいな、もう私がひねくれてるからそういう風に捉え方になるかもしれないですけども、それがね、ちょっと私悔しくて、あ、やっぱ元男の子だし、まあ、女性は多分私のことを同性としては見てないんだろうなみたいな、おこがましいですけども、その考え自体、ただやっぱ性別を男から女に変えているわけなので、女性からですね、同性と思われたいわけですよ。本来だったら嫉妬なんて生きてる上でされたくないですよ。でも女性からは嫉妬されたいっていう、そういう、まあ、私のちょっと変わった面がありまして、女性から嫉妬されるようになったら、まあ、ある意味出産とか、まあ、そういう生理とか以外はほぼほぼ女性になったのかなみたいな、まあ、そういう自分の中でのチェックシートがあるんですよ。だからすごい嬉しかったなっていう。でちょっとめっちゃ話ずれたんですけども、日々努力してることは、とりあえず皮膚だけは綺麗にしときたいなと思いました。皮膚ってすごいその人のその全体的なイメージをかなり左右するなと思ってて、皮膚が綺麗ってことは、その清潔感とか、なんかいろんなところを補えると思うんですよね。鼻がちょっと低いとか、まあいろいろな部分をなんか皮膚で全て調節にしてくれるような気がしてて、美白はなんだっけ、なんちゃらかんちゃらみたいな言い伝えがあるじゃないですか。私さっきその冒頭の質問でも言ったと思うんですけども、男子時代からも本当に肌に良さそうなものは毎日でずっと、もう寝る前とか大量摂取してたんですよ。で今もそれは続けてて、ビタミン C を取ることによって美白になるし、イソフラボンとかで肌の質感が変わったりとか、だから男子時代からですね、私肌が綺麗だったの。あの女性ホルモン入れてないよ、体質とかでも、ね、だって中学時代私ニキビすごかったから、だからそういうケアをすっごいするようになった。あと化粧水とかも、あのオードムーゲっていうやつを使ってですね、コットンでこの肌を直接触らないようにして消毒しながら肌をきれいにしていくみたいな、なんかもうそういうことをもうバカみたいにやっててですね、周りからドン引きされてたんですよ、高校の時から。そういうのが習慣づいてるんで、だから肌は結構褒められることが多いです。やっぱり頑張ったからっていう、自分のような気持ち悪いけど、ありがとうございます。どんどん嫉妬してください。じゃあ最後の質問ですよ。5年後、10年後の展望を教えてください。これは何個かいろいろ考えてるんですけども、まず YouTube 上で言うならば、もっとやっぱり規模を大きくして100万人行きたいです。お願いします、皆さん。連れてってください。それは皆さんの応援がないと無理なので。その代わり私は皆さんの一日の暇つぶしになれるように頑張ります。やっぱり、まあ YouTube 以外でも、まあいろいろと活動展開したいなっていうのはあります。ただ、私は、まあ昔ちょっとテレビとかも出たりしてたんですけども、テレビ
ビは向かないなと思ってて、やっぱり喋り下手だし、 YouTube だからこそ今私やれてるだけであって、いろんな人と一緒になってやるって言ったら多分絶望的につまんないんですよ。もう滑るし。だから、まあ、YouTube ありきだけども、例えばだよ、元男の子だけでのバンドみたいに作ったりとか、わかんないですよ。なんか AKB とかじゃないけども、元男の子が大量にいるみたいな、なんか精鋭が揃ったなんちゃらかんちゃら集団みたいな、なんかそういうのをやってみたいなっていうのもありますし、あとはこれもちょっと私の考えなんですけども、ステージレストランみたいなのなんか作ってみたいな、まあ飲食ですよね、なんかそういうのもやってみたい、行けば誰かしら会えるみたいな、なんかそういうのもゆくゆくですよ。例えば私が40、50とかになって、まあ、いつまでもその画面に耐えれるほどの見た目で私が維持できるかって言ったらそうとも限らないんで、ちゃんと堅実にその飲食店とか青木カノンで得た知名度を使ってで作りたいなみたいな、それは飲食店とは限らず、なんかないかなみたいな。そのためにはやっぱり100万人登録も行きたいですし、いろいろ考えてます。あとやっぱりお父さんとかお母さんもいつまでも働けないじゃないですか。まあやっぱりこういう生き方してるわけなんで、親を振り回したりとかした部分もありますんで、最大限の親への恩返しっていうか、なんかしたいなっていうので、例えばなんか親に家を買ってあげたりとか、もう本当何不自由ない生活を親にさせれるようになりたい。なんかそのために私が今以上にもっと大きくならないといけないなっていうのが、もう本当リアルな話です。そんな感じです。まあなんか元男の子集団みたいな、なんか元男の子精鋭部隊みたいな、なんかめっちゃ面白そうなんで、これ本当に私実現したいなっていうか、はい、そういう前向きな気持ちで今もいます。こんな感じですね、今回はいろいろな質問に答えていきました。ちょっと本音で私も答えた部分もあるんで、なんかびっくりしたりとかした方いたらすみません。はい、こんな感じですね。今回は本音で答えていくっていう質問コーナーしたんですけども、いかがだったでしょうか。少しでもですね、楽しかったとか、なんか、良かったと思ってくださった方は、グッドボタン。グッドボタン多いと、チャンネルがもっと、成長しやすくなるんで、ぜひグッドボタンの応援お願いします。チャンネル登録も、ぜひ。Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってますので、そちらもぜひ画面の下からフォローお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。